皆さんこんにちは、小林アルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、世間を賑わしている、吉本興業のあの話題、闇営業ってやつだね。はい、そのことについてですね、ちょっと、まあ、あんまり僕のジャンルじゃないんだけど、まあそれもスピリチュアル的にですね、考えたら、まあ分かることがいっぱいあるなというふうにも思ってですね、それまあスピリチュアル的というか、まあ、普通に考えたら分かるんじゃないかなと思うんだけどね。ただマスコミは上手にね、情報をですね歪曲させて、相変わらず、まあ世間にねこう伝えてくるなというふうに思うんだけど、まずさ、その前提として、彼ら何か悪いことしたのかなってふと思ったんですよ。なんか印象はね悪いとは思うんだよ。その昔からね、何かしら暴力団だとかとつながりがあると、叩かれるのが芸能人ですから。だけど反社会勢力、まあ、それがあの、詐欺集団ね、詐欺集団ならその詐欺集団のですね、それ捕まえなきゃいけないと思うんだけど、それは野放しにしておいて、ね、そこから仕事を請け負って金銭の授受があったからそれはいけないんだというふうに、まあ言われてるのかなと思うんだけど、そもそもその仕事をね、そのパーティーを開催するその会場を貸したホテルはですね、全然調べることなくそういう人たちに貸して、それでサービスを提供してお金を受け取ってるんでしょ、ホテルもね。それはどうなの、ね、なんか芸能人ってね、その表立ってこう、まあ、人前に出てるっていうことを理由に聖人君子でなければいけないみたいな風潮っておかしいなと思うんですよね。それこそ不倫の騒動もそうだけど、不倫って別に何かね、法に触れてるわけじゃないのに、そういうスキャンダルを報じられてですね、芸能人としてのその、生命を絶たれるような人も中にはいるわけじゃないですか。だけど、ブラウン管の前でちゃんといい演技をしてくれればそれでいいはずなのに、それをね、なんでそんな風に叩かれなきゃいけないかなっていうのは、正直思います。確かにね、こうマスコミだけ見てると、テレビだけ見てるとね、なんかそんなことやっちまったんだと、そんなことに手を染めちまったのかって思うんだけど、だけど、そもそも吉本興業の河野寺って、結構ね、まあ昔から言うところのそういうちょっとね反社会勢力的な、ニュアンスの、まあそういうところとつながってておかしくないようなね、ところですよね。そもそもあのビートたけしも言ってるけど、昔はね、そういう暴力団関係のそういう興業ばっかりだったと。ね、ってことは会社自体もね、そういうところからの仕事をずいぶん昔からね当たり前にやってたはずだし、それがねこと芸能人、そのね自分のところのその、芸人が直接受けようってやったらそれで叩くってのはなんかよくわかんねえなと思ってね。そもそもそういうところのつながりばっかでしょ、今でもさ、事務所はね芸能ですよね。えでね、それは契約違反だっていう話だったら、それは契約違反の話であって、暴力団から、例えばね暴力団とか、まあ要はその反社会勢力から金銭の授受があったからいけないとかじゃなくて、契約違反をしたからってことで、会社とその芸人同士で話し合えばいいことだしね。そして吉本なんかはそもそもその芸人とまともな契約書も交わさずに、いい加減な、仕事をしていたというふうなことも発覚してですね、いやこれ結構むちゃくちゃだなと思ってね。だから、まあ、今回ね、宮迫氏とですね、論文の厚氏がですね、まああんな形でですねこう記者会見してたんだけど、やっぱり最終的にこれからですね、正直者がね、ちゃんと、まあ、日の目を見るような、ね、そういう社会になっていくような感じがしました。長いものに巻かれてね、もちろんその社長も会長もね中間管理職だとは思うんだけどね、まあ結局株主さんからしたらね、だからなんか何を目的としてるのかなっていうのは、まあ見ていてですね、みんな何を言ってんだろうと思うんですね。ただなんとなくね、その闇営業した芸能人が悪いような雰囲気になるんだけど、だけどホテルは咎められることないし、ねえ、それこそその反社会勢力がコンビニ入っても、なんか食べるんでしょ、なんか買うんでしょ、ねえ、そのサービスを提供したセブンイレブンもお金もらうわけでしょう。だからその先のお金がね、とにかく呼ばれることじゃないと思うんですよね。実際その詐欺グループに加わって一緒にその詐欺を働いたっていうなら別だけど、その詐欺の人たちだってね、全部が全部ね詐欺の仕事をしたわけじゃないだろうしね、まともな仕事も中にはしてるのかもしれないしね、また詐欺だったらその
人たちをつかめなきゃいけないしね。なんか、一体何が起きてんだろうって、なんか不思議でしょうがないよね。うん。まあ、こういうね、その、弱い者いじめを通じて、何かしら、こう、意図があるのかな、というふうに、思わざるを得ないよね。わからないじゃん。反社会勢力かどうかもさ。それを反社会勢力と呼んでいい、要はね、その、警察が逮捕するという、対象だったら捕まえればいいだけだもんね。うん、それを捕まえずにさ、なんかうやむやにしてるなんていうのが、それが問題じゃないかなと思うんだけどね。でもね、この宮迫さんたちがこう記者会見した後に、会社の人間が出てきてね、いろんなグダグダな会見をしていたということなんですけど、長いものにね、巻かれずに、ちゃんと一個人が声を上げてもいい時代に近づいてきてるのかなというふうに感じました。うん、これからの時代はね、選挙でもそうだけど、やっぱり大きなものがね、小さなものをこう支配していくようなね、うん、お前ら小さなものをね、雇ってあげてるのはこっちだと、だから言うこと聞かないとお前らの給料ないぞ、みたいなことで脅している社会とそんな変わんないなと思ってね。でも脅されてる方は、消費税を上げられるみたいなね、そんな構図が未だにこう続こうとしていたけど、でも一個人がね、ちゃんとあえて堂々とですね、正直に伝えれば、周りがちゃんとサポートしてくれるのかなというふうな、ことを、感じた、まあそういう出来事だったんですね。うん。ちょっと冷静になって見てれば、あの報道ってなんかおかしなことがいっぱいあるなっていうのは、うん。だって彼は何も悪くしない、悪いことしないもんね。ねえ。ただね、記者会見で、いや、私たちは本当にそんなね、悪いと思ってないんですとは言えないからね。それがこの社会のね、なんかそんな感じだけど、でも僕だってその昔ね、反社会勢力じゃないけど、一歩間違えば詐欺、一歩間違えば、詐欺と言ってもおかしくないような人たちからの仕事を受けようとかってありますよ。デザインのね、仕事でね。でもその時、その時点で詐欺ではなかったからね。その後、ちょっといろいろ叩かれはしたけど、じゃあその詐欺グループ、詐欺とかね、そういうののこう線引きもなかなか難しいじゃないですか。ね。じゃあその、ね、そういうデザインの仕事を、まあ、ちょっと、まあ、怪しい仕事をしている人からの依頼を受け負った僕らがですね、その、記者会見開いて、謝罪しなければいけないかって言うと全然そんなのないですからね。だってあの人たちも普通にね、うどん食べに行くわけだし、本屋に本買いに行くわけですよ。ね。ただ、実際そのね、詐欺行為をしているとしたら、その部分は咎められるべきだし、っていうのはわかるけど、そことね、金銭の授受があった、取引があったっていうだけで、それ叩かれる必要性が本当にあるんだろうか、というふうに思います。ただ単に、それ、行う理由っていうのがあって、結局ね、マスコミが視聴率を取れるからですよね。うん。まずその、まあ、いわゆる芸能人だから、傍から見たら、こう、成功者なわけじゃないですか。その成功者を、あえて叩いてですね、そして失脚していくところって、その人間ってね、こう見てると、まあ我々聴衆ね、は興奮するんですよ。わあ、すべてを失ってしまう人がいるみたいな感じね。そうやってね、結構脳がね、興奮してしまうんですね。まあ、脳にとってはちょっとダメージがあるんだけど、そうやってね、視聴率を取るために、やってることかなというふうに、思う。だって実際に法に違反してないもん。ね。うん、でお金もらってたとしても、それは正当なお金でしょう。ね、もう、ものすごい法外なお金でもないしね。宮迫氏がね、100万円って言ったらね、普段のギャラとそう変わらないでしょう。ね。うん。と思うんだけどね。どうでしょう。うん。で、それを会社を経営してたら問題ないんでしょ。ね。変な世の中です。ね。契約がどうのこうのって言ったって、そもそも怪しい契約だもんね。固定給だとかね、その社会保険だとか入ってるわけじゃないだろうしね。そもそも個人事業主ですよ、みんなね。と思うんだけど。ね。うん。ましてだってその契約の書面もないような会社でしょう。ねえ。その方がヤクザじゃねえの？ね。と僕は思いました。はい。でね、気になったのはね、その会見の中で、その、早くその記者会見を開いて、会社のね、その信用回復のためにも、早く開きましょう、早く開きましょうって言ってる宮迫氏の、意見を、通さずに、その、いや、こっちで決めるからっていうことの一点張りだったそうなんですね。で、結局、
吉本側がこの日っていうふうに決めた日に記者会見を行ったようなんですけど、その日が、選挙の直前だったというのが、まあ結局裏でつながってんのかなっていうのはちょっと思うかな。スピンコントロールみたいなもんや ね。だってそれでさ、テレビの時間ね、いろいろこう埋まっちゃって、で結局ね、その週末みんなで選挙行きましょうっていうふうな報道はしないもんね。で結局、選挙の投票率は低いままと。ね。まあ、うまいこといろんなものがつながってそうだなっていうことを、勘ぐっちゃう、僕です。はい。でも、過去いつもそうだったでしょう。スマップの解散だってさ、あのスマップの解散がね、選挙の直前ですよ。ね。もういろんなものが書き消されちゃうじゃん。でも、よくよく考えてほしいんだけど、一芸人のね、その、不祥事と、国の行く末を決める選挙と、どっちが大事かって言ったら、明らかでしょう。スマップが解散するかどうか、ね、それは国の方が大事じゃん。ね。だってこれで、ね、消費税が上がったら、過去上がっていた時に、ちょっと起きたことだけど、ね、経済的に立ち行かなくなって、上がるたびに自殺者が激増してるんですよ。激増してるんです。多くの命が、もう生きていけないってことで、もう諦めてしまうっていう人たちがたくさん出てしまうような、大きな出来事がこれから起きようとしているのに、ね、そのことについてあまりちゃんとね、考えさせるだけの情報を提供しないで、そこにタイミングを合わせてきたかみたいなことをちょっと思うかな。はい、だから僕たちは、そういうことを、まあ、気をつけてですね、はい、物事を、認識、ね、その、していきたいなと思います。はい、でもね、一つの流れが見えるような気がしますね。うん、こういうことを通じてもね、一個人が堂々とね、その正直に生きていく、それをね、ちゃんと他の個人が、サポートして守っていくというふうな、まあ、YouTube でもね、その一個人がやっぱり発信力だとか影響力を持つようになってきた時代なので、うん、大きなマスメディアがね、何でもコントロールできるかっていうと、そんな簡単にはいかなくなるように、これからなっていくのかなというふうに思います。ね、だから長いものに巻かれた方がいいじゃなくて、俺たち一個人がちゃんとね、結束していけば、大きな力になり得るんだというふうなことになっていくような、そんな流れが垣間見えた出来事だったなというふうに僕は勝手に解釈をしています。はい。皆さんはどうでしょうか。はい。この今月、4月28日は、名古屋でですね、ヨガとキールタンと僕の話とですね、鎮魂ワークショップという、イベントを行います。はい。ワンネスなお寺で行うんですけども、弥生さんのヨガでこう体を緩めてですね、カイラバさんのキールタンで心を緩めて、そして、僕の、小話で、まあ、想像をする力に変えていくと、みたいな時間にしたいなと思っております。はい。ぜひ、遊びに来てください。あとは8月の8日はだいぶ集まってきたな、ここでヨガやります。ヨガとキールタンですね、鎮魂ヨガ教室ですね。あと9月の13日に、自宅でイベントをやります。それも、キールタンもちょっとお願いしてるんですけども、はい、まあ、満月の宇宙会議ですね、はい、金曜日かな、うん、あとは11月の久高島、ちょこちょことお持ち込みをいただくようになっておりますので、まあまあ、あんまりのんびりせずにですね。はい。興味がある方は、お申し込み、問い合わせをお待ちしております。はい。なかなか面白い時間になるんじゃないかなと思います。はい。どっかな？とりあえず。はい。じゃあ、芸能レポーター、コマーシャルでした。ありがとうございました。